胸肉を入れてあります。今は下味をつける、まぶしたまじ味のまぶし粉を入れてあります。はい、こんな風に粉がつきました。はい、これを油に敷きます。余分な粉を取って、今日はこれを作ります。はい、日本食券出ました。はい、はい、いや油を引いてありますけど、ちょっと足らないのでもう少し入れます。私が使っているのはひまわり油です。蓋をするんですけど、ごまをざっと、それから、はい、ちょっと余分な油を取ります。ソースを入れます。塩をまぶして、炒めてます。はい、出来上がりました。日本食券の鶏胸肉の味噌マヨソースです。